作業は進みましたか？で、この作業自体がもう練習すればするほど上手に進むようになってます。で、これも最後ひっくり返しじゃないところまで行きましたよね。完全に違う文章までなったんだけど、そうやって自然なんだけれども飛躍的な展開が生まれたりすることもあります。1枚につき1読字で、こう途中で混ざってくるかもしれない。そういう時はもともと1個選んだ読に戻ってそれを読抜きするということを先にやってる。でも時々読の特定をしたらもっとはるかに根本的な読が見つかったりすることも時々あります。でそうなったらそっちの方に進んで語ります。主語と述語があって動詞があるってことかな。何々、うん、何々は何々だ、うん、誰誰はこうだとか、例えば独思考のパターンとしては一番楽しいのは人への悪口です。あいつは腐ったやつだって思ってストレスを感じたらやってみるんですよ。で自分は腐ったやつだになるからすごく楽しいんです。でもそれ自己否定じゃないんですよ。で自分の腐りっぷりがすごく喜ばしくなるんです、ね、そしたら相手が仲間に見えてきたとか、まあそれちょっと飛躍でしたけど、だから誰々は 何々だ、自分は何々だとか、自分はどこどこでこうなってしまうとか、こう断定表現までいける。それでも出てこないときはちょっと浅いところで一回やっとくっていう。今朝自分が抜いてきた毒のことを思い出そう。一回毒抜くと不思議なことは忘れるんですよ。さっきまですごくストレスに感じたことにもかかわらず、でも自分のことを、悪く評価したんだって思ったような気がしたんです。A さんが B しましたっていうのが起きたことね。でそれに対してストレスを感じたんです。で不安になってきたんです。なんだろうと思ったの で毒を特定しようとしたら、A さんはバジルのことがなんとかかんとかだから B したんだって思ってるような気がしたんですね。でそれで毒抜き始めようとしたね、なんかうまく集中できなかったので、 A さんは B した、それは本当だろうかって問いかけてみたらそうじゃなかったね。だから A さん B したっていう、その例えば A さんは
事自体は何も自分のことと指し示してないにもかかわらず、何か自分のことなんだって受け取ってたわけですね。だから、A さんは僕を見限ったっていう表現をしてきました。見限った。つまりそれ本当かな。で、毒抜きしたら、あ、A さん見限ったんじゃなくて、ただ明日だけなんだ。そこにやった行動に僕を見限るとか低く見るとか、そういうニュアンスが、あ、全然ないじゃんって思えるに至ったんですね。でそういうことはあります。で深く行こうとしてなんかどうもモヤモヤしてくるときは、もしかしたらもっと単純なレベルの話である時もある。